マヤマハヤトは、三重県鈴鹿市出身の老曲師。本名は、内田ハヤト。浪曲親友協会、日本老曲協会所属。父親は、公務員。両親ともに音楽が趣味。小学生の時より、ラジオで老曲を見聞きするようになり、小学校5年生の時には、一人でこっそり名古屋での老曲公演に足を運んでいた。2010年5月。 15歳で2代目、真山一郎に入門。2011年4月、公益者老曲親友協会に入会し、同年10月、一新寺門前老曲寄せにてデビュー。高校生老曲師として話題となる。2012年には、浅草木馬亭への初出演を果たす。2013年4月、三重県文化賞新人賞を受賞。 2014年8月鈴鹿シティセールス特命大使に就任。同年11月 NHK 東西老局大会に初出演。2015年10月2代マヤマ一郎門下からマヤマ聖太郎門下へ移籍。2016年2月マヤマはじめ門で31年ぶりとなる三味線老局を復活させる。 2018年12月、文化庁芸術祭新人賞を受賞。2020年のコロナ禍に際して、老曲 CD を自作して、話題となった。2021年10月22日、急性硬膜外血腫で自宅で倒れ、緊急入院、手術。倒れてから1ヶ月後、急病の経緯と術後の経過は良好であることが、関係者により公表された。 その後退院。自宅療養、リハビリを経て、2022年1月15日の、玉作り、100年長屋での、老局の小部屋と16日の13シアターセブン、13、老局寄せで復帰した。ありがとうございます。